春風寿司でございますということで、今回もも、魅惑のビデオ一脚、パート2でございます。前回もねちょいと予告していたんですけども、マンフロットのね、この一脚、このビデオ一脚、この一脚ベースに対応したカーボンの、1,2,3,4 段、一脚をですね急遽買いまして、新旧対決、こちらがですね10年以上前の、初代ビデオ一脚でございますね。それと比べてどう何年ということを、ご紹介していきたいかと思います。でね、結論先に言います。ですねこっちの方がいい。重てえけど、こっちがいいかな。どっちもね、いいとこ悪いとこはあります。で、まあ一応ちょっと新しい方の、ポイントを紹介します。で、今まあカメラ上ついちゃってて、ホットシューついてるんで、ちょっと、もうちょっと危ねえんで、ちょっと一回外します。で、このヘッドね、雲台はベルボンの3000円ちょいとのちょっと安いのつけてるんで、そこのところはあんまり、評価の対象にしないんですけど、先に言っとけば、ビデオ一脚の場合は、この、チルトこの機能しか雲台は使わないんで、オイルフルード系だったら何でもそんなに変わんねえっす。でちょいと、前回のおさらいを含めてこの、ビデオ一脚についてご説明しますと、一脚なんですね。でここに、こういうふうにパンする、ここにオイルフルードオイルが入って、こういうカメラがねこう回るように、こういうふうにね、地面についた状態でこう回るようにした仕組みを持ったこの、スパイダー型の足があります。別売りになってて、セットもあるんだけど別売りになっている、これ一脚かっこいいですね。カーボン式の一脚です。で、長さは全部で180まで伸びますっていうセットでございますね。でこれ以外にもう一段少ない短めのカーボンとこれと長さが同じアルミ製の、長いのと短いのというのがだから、対応する足が 4種類出ています。で僕はカーボンの一番長いやつを買いました。で、結論も言いましたけども、カーボンのこの一脚は、そんなに良くないっす。理由はですねちょっとやってみせます。今ね、この一番下結構細い1センチぐらいかな、ね、直径ね、これを伸ばした状態で、ちょっと見れるかな、こうしたら見えるかな、これで、弾きます。どう、ボヨン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 ってなってるでしょ。これね一脚がねじれて振動させるとそれがしばらくふにゃ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 、だから皆さんの、直感で分かりやすいのは釣り竿ってこうってしなるじゃないですか。しなってふにゃふにゃふにゃってなってて、それがねじれ方向でも起きるんですな。で今この一番細いとこはあれだけ揺れてました。逆に一番太い方を使います。ちょっと足んないな、よっこしょ。一番太いとことちょっと2番目もねちょっと出して高さ合わせてみようかな。さっきと大体まあ同じぐらいの高さにしますよ。でこれ叩いてみます。どう、こっちはほとんど振動しないですね。ねじれが少ねっちゅうことです。でねじれはどういう時に出るのかっていうのをちょっとご紹介すると、まあ、カメラがあってですよ、パンするじゃないですか。これね、いい三脚はパッと手離した瞬間にピタッて止まります。いい三脚のヘッドね。でこれも下のスパイダーはいい機能になってるんですけど、
これでもう、まあ、覗いてるとヒューキュッて戻るんです。ヒューって振ってねじれた、あの竿がねじれた分だけ戻ります。今はこれさっきねちょっと実験して振動がなかったでしょ。なんで多分そっちから見てもそんなにちょっと戻ってんだけどそんなに戻る感じはないと思います。でちょっと戻してみますよ、さっきのね細い方ね。こんぐらいかな。ほら揺れてるの分かりますね、これね。なので細い方の足は相当がっちり固めて体で止めないと、パンが気持ち悪い、ヒュースコーンヒュースコーンってなっちゃうんで、一番下の細い足を使っちゃうとちょっと現場で失敗する可能性が高くなっちゃう。なのでこの最新式の方の足は一番下の細いのはない、あの緊急時に最後にもう一段伸ばそうっていう時には使えるんだけど、根本的には、この3段ぐらいしか使えない。これで今ちょっと下から2番目の、竿の部分でやってますけども、まあ、だいぶあの振動は減ったかな。なんで一番下を使わなければまあまあいい感じ、いい感じになります。でも一番下使っちゃうと途端にひどい一脚になっちゃいますね。で多分、このねじれしなりですね、しなりはカーボンとアルミを比べたらカーボンの方が大きいんですね、しなりがね。なんでねじれもカーボンの方が大きいんで、まあこれから買う方はですね、アルミ買った方がいいんじゃないかと。あの値段も安いし重さはちょっと重くなりますけどそんなには変わんないんで、あのカーボンかっこいいけどね。でカーボン前回のね、この YouTube ではここねじ込み式って言ってたんだけど、いやいや、さすがマンフロートさん、このカッチンカッチン、これは素早くセッティングできるんで、これはすげえいいっす。カーボンなんだけどとってもいいっす。軽いしね、とってもいいっす。で古い方のこの表方、まあ、ヘッドも重たいんだけど、こっちは下のこのベースのとこの調整ネジ、下全部外すと下にこうネジがついてるんだけど、それをちょいと締めたり緩めたりすることで、最高のパンになります。これはさっき言ってたヘニャヘニャにならねんで、これはねポンポンってやってもね、ちょっとクイックつけてよっこいしょよっこいしょ、これだとねスコってこうね止まってくれるんだな。やっぱり重たい分いいのもあるし、アルミだからね、アルミで太いのさ、いずれにしても。なんでよっこらせよっこらせ、一番細いっつったって2センチぐらいあるもんねこれね。でよっこらせで、比べるとですよ、この一番細い、ね、古い方の10年前のこの一脚の一番この細いとこね、この一番なんだかわけわかんないね、一番細いとこの太さがですよ、これの一番太いとこと同じぐらいなのさ、太さがね、この1段目と同じぐらいの太さなのさ。だからねじれに当然こっちのアルミの方が一番細いとこが一番太いとこと同じなんだからね、ねじれに強いので、どうしてもね、そのいい気持ちのいいパンするにはこの竿がねじれないっていうことが重要なのさ。まあそのあたりがねポイントになります。なのでこれから買う方はさ、
あのちょっと北海道弁っぽくなってんだ。あの北海道ちょっと暮らしてたことがありましてね、あのこれから買う人はさ、あのアルミの太い方を使った方がいいさ。まあ、ということでさ、あのまあまあこいつに酷なことはたくさん言ってきました。新しい方ね、あの主に細いからさブレやすいっていうことなんだけど、でもね、あのプロのちゃんとしたカメラマンたちはこれでもすげえよくピタッと止めるんだよね。結局道具だから、あの使う人次第なんだよね。あの全てをさ、あの道具に頼ったってしょうがないんだよ。あの最後はさ腕なんだよね。なんで、あの一脚使うカメラマン結構、まあ、あのベテランに多いね。あのやっぱりその体力使うんだよ、あの三脚って上げ下げにすげえ重てえからさ、あのよっこいしょってしゃがんでからこうやってよっこいしょってやんなきゃいけないんだけど、一脚の場合はもう片手でこうやって上げ下げできちゃうからね、あの現場がすごくスムーズ早いし体が楽なんで、あの前にも言ったけど、めんどくさい機材ってやっぱり手抜きが、体力なくなった時手抜きが始まるんだよ。山登りなんかしても同じ、山で撮ってる時もいちいち三脚ガッチャンコンガッチャンコンやり始めたらさ、そっちの方がいいに決まってんだけど、あの体力なくなってくるとやりたくなくなってっちゃうんで、そこは現実現実で、まあ俺の知ってるカメラマンたちも名前出していいかどうか分かんないけどさ、あのいいカメラマンたち上手ですよ。あの三脚使ったって一脚使ったってね、まあ、あの皆さん名前言ったってしょうがないけど、尊敬する林誠カメラマンとかさ、まあ、仲いいさ、二来かないからの手紙って映画撮ったりしてたけど、藤井くんとかさ、やっぱりあのいいんだよ三脚の姿、素晴らしいよね。あのね、いいカメラマンってさ、カメラ買わないで三脚の高いの買うんだよね。あのカメラはね、その作品ごとに選ぶのさ、カメラを、うん、その都度違うんで、あの借りてくるだけど、三脚は自分の使うことが多いっすな。で三脚も、ちょっと何プロが使う三脚って、まあ、昔で言えばそのこうシューピタッシューピタッとかっていう、勝手にさあのピタピタ止まってくれるようになって、だいたい値段が30万から50万すんのよあのそれと同じことをこの一脚の3万円弱の一脚に求めてんだから、俺も酷なこと言ってるっていうことは皆さん承知していただきたいことでございます。つまりね、あの安い三脚だってこうやってひねったらねじれてヒュッて戻んの、ギュッて3万円ぐらいの三脚みんな戻っちゃうんだよ、こうやって。だから下手なカメラマンが三脚使ったら手持ちと変わんねえちか、ふにゃんふにゃんってなるの。あのそれはこれも一緒だから、この3万円しない一脚は3万円の三脚とそんなに変わんない、このパンのねじれ方はね。あの一番下の細いところでやったらヒュー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 ねじれてたけども、あの3万円ぐらいの三脚は同じぐらいねじれます、アルミのやつでもね。なので、道具に頼りすぎてもいけないのさ。あのさっきから言ってるけど、いいカメラマンはどんな機材でもギュッギュッてかっこよく止まるの。なんでそれは練習ですな。で若手にさ、あのこれ見てと思うんだけど、西畑くんってカメラマンがいて、彼も一生懸命練習してるしてた、あの若い時出会った頃かだ、まだは何20代前半だったけど、永代通りでさ、こうやってさ交差点でさ車来る車をさひょいひょいってこう追っかけながらさ、撮ってんのさ、練習で一生懸命一生懸命撮っててさ、そのうちそんなの一生懸命撮ってたらさ、トラックの運転手さん降りてきてさ、お前何撮ってんだって怒られちゃったりしてさ、怒られながら彼も頑張ってたね。彼とはそういういい思い出がいっぱいあるけども、あのそういうもんですね、道具っていうのはね。なんでこの、ちょっと酷なことをたくさんこの三脚には、一脚には言いましたけども、細い方ふにゃふにゃするとかね、あのそれはね、慣れてない人が苦労するだろうなと思ってちょっと言ってるし、俺も慣れてねえから結構苦労してるんですわ。だけど本当に鍛えられたカメラマンたちはどうでもピタッと止める。でコツをちょっとだけ言いますね。これ今これだけ揺れるけど、あの方法は2つあって、すげえフェザータッチでやるってやり方もあります。この場合はこのこっち側の指が押してってテンションが
押されてんなってなくなってんのから話せば戻りません。つまり押されてんなって言うと戻るってことなんですよ。こうね、ちょっと他下の方でやってみるかな。よくしょ、ねじれやすい方でちょっとやってみますけど、これビン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 ってなってるでしょ。これも押してってと、あー、まあまあ難しいね。テンションなくなるとこまで待ってればなんとかなりますよ。あのヒュッて力抜いちゃうとキュンって戻っちゃうんだけど、テンションがなくなるまで待ってればまあなんとかなる。でもう一個のやり方はギュッと押さえて体で、そのもう下のオイルの粘りを使うとかじゃなくて、体でもうギュッて体で止めとく、キープキープ。まあ2つのやり方はあります。その辺は練習練習練習が楽しいのさ、撮影っていうのはね。なので皆様もですね、このまあ一脚ちょいと酷なことはたくさん言いましたけど、さっきのね、初代は買えないしさ、まあ、ちょっと売ってることは言ってんだけど、まあまあ買えないしさ、でまあ買うならアルミ買った方が楽ですよ、みんなね。アルミの方が楽で、俺はおっちゃんで、まあアルミ買った方が良かったなって今は思ってるけど、まあ重さやサイズ感で言うと、まあさ、一番折りたたんだ時の背の高さがさ、まあアルミだとこれ最新式もこの長さあんま変わらないんで、アルミの一番こう下ろしたところで言うとさ、同じ高さにするとさ、こんぐらいの差かな。これ今そっかカメラがついてるからよくわかんないんで、カメラちょっと外そうかな。よっこいしょよっこいしょ、カメラ外して一番高さ、これで比べっとさ、こんぐらいの背丈の差、5センチぐらいかなの差がありますね、ここね。で重さは当然、まあ、こっちの方が軽いよね、まあ、ヘッドの違いもあるけどね、ぐらいの差なので、まあアルミ化を、カーボンかっこいいけどしなるから、でもあれだで、前回も言ったけど一脚にだけ使わないで、ここ外してさ、これちょっと つくかな、ちょっと難しいかもしれないけど、ちょっと加工すればつくと思うけど、ここにこう伸ばしてさ、マイクブームにもさ使えるからさ、その場合はね、先細い方が全然いいっす。マイクブームは軽い方が全然いいんでね、マイクブームとして使うんだったらさ、そういう多用途、いろんな用途を変えながら、例えばあれだもんね、置きマイクやるときにはこの逆側、こういう風になんなきゃいけないのさ、足の向きがさ、なんでそうなっとは、これは難しいかな、マンフロットはそうどうでもねえかな、まあちょっと何とも言えねえことになっちゃったけど、いずれにしてもビデオ三脚、あ、一脚として、ビデオ一脚として使うんであればですよ、アルミかな、アルミの方が良さそうだね。無理して5000円高い方買わなくてもいいかもしれないっす。そうすると2万円ぐらいで収まるもんね、足と下のベースでね。これだって今2万5000円、お不思議でさ、ワンフロット、このカーボンの足と下のベース、一脚ベースをセットで買うと2万9000円、別々で買うと2万5000円ぐらい、不思議やね。なんだろう、関税の問題かな、三脚扱いで値段が変わるのかな、一脚と三脚、分かんないんだけど値段が違うんで、皆様別々にお買い上げいただいた方がよろしいかと思います。ということで荒川先生さん、なんだかまとまっておりませんが、一脚はハッピーで、太い一脚を変え、アルミの方がいいぞ、で、物欲満足カーボン、ね、かっこいいもんね、綺麗でね、まあそんな感じ。でもカーボンちょっと難しいけど使いこなせばカーボンでもかっこいいぞ。ということで荒川先生、涼しでございました。